最後にビーナスいきます。星は空に満ち足りて、瞳の中に降り注ぐ。そこは愛に溢れた女神が住んでいるという。雲の隙間を浮遊する、愛のオーラは綺麗な蝶。もしも羽があったら、今すぐ飛んでいけるのに。One, two, three, four, go, go in the sky。 誰もまだ言ったことがない。素敵な鏡の向こうから、藍色のドレスを身にまとい、赤く青く反射する。女神は君のことなのか。僕がこの波を越える頃、きっと女神と夢の中、そして時は止まり、愛のすべてを感じて。One, two, three, four, go, go in the sky。 誰もまだ言ったことがない。 One, two, three, four, go, go in the heaven。 誰もまだ言ったことがない。ということで、ルースターズ大江慎也さん特集でした。大江さん、ちょっと遅くなっちゃいましたけど、お誕生日おめでとうございますね。ルースターズの皆さんはね、僕にとってみんなヒーローなんでね。大江さん、花田さん、ね、井上さん、池畑さん、下山淳さん、ね、みんな僕の大ヒーロー
なんで、未だに憧れてますね。ということで、やっとね、あの、大江信也さん特集、ルスター特集ができてね、よかったです。あのね、9月30日が大江さんの誕生日でしょ。で、その日に誕生日、ご本人のライブがあるじゃないですか。さすがにその日はやめとこうと思ってね、次の日ぐらいにやろうと思ってたんですけど、10月に入ったらね、あの、職場の、なんか、移動とかで、なんか、雰囲気がわさわさしてて、それでね、すんごい疲れちゃってね、僕は移動とかしてないんですけども、ね、なんか、疲れて、それで、なんかね、なんか集中できない感じで、あとね、他の洋楽の特集もいろいろやってたっていうのもあってね、ちょっと遅くなっちゃったんですけどね、ついにね、約束が守れて、本望ですね、大江信也さんおめでとうございますね。これからもね、元気なね、あの演奏活動をやってもらいたいと思いますね。もう永遠の憧れですね。もうすぐあの池畑淳二さんの誕生日もあるんで、その時もね、ルースターズ特集やりたいと思いますね。ということで、ルースターズ大江信也さん、9月30日がお誕生日でしたけどもね、遅くなっちゃいましたけども、おめでとうございますね。あのちゃんとね、がん検診とか受けてね、ルスターズの皆さん全員そうですけど、ちゃんと検診受けて長生きしてほしいですよね。もう未だに僕の目標なんでね。ということで、ルスターズ特集でした。これで終わります。今日はね、10月13日金曜日、金曜日のね、13日の金曜日なんですけども、ルスターズ特集終わりです。皆さん、バイなら、バイバイ。ああ、久しぶりやりましたね、たくさんね。じゃあね、バイなら、バイなら、ね、ヴィーナスで締めて、最高だな。気分最高。じゃあね、バイビー、バイなら、バイなら、バイバイ。じゃあね、たくさんアップしますね。じゃあね。